ほろよい日、小早川清がモボモガとは、それぞれ、モダンボーイ、モダンガールを略していった後。1920年代の都会に、西洋文化の影響を受けて、新しい風俗や流行現象に現れた。当時は、先端的な若い男女のことを、主に外見的な特徴を指してこう呼んだ。戦前の日本の若者文化では、最も有名な例である。 モダンガールの後の発案者は、荒い角だという説もある。銀座通りをカッポするモダンガール大少年間は、日本が連合国の一国として参戦し、戦勝国となった第一次世界大戦にて、日本の国益が大きく増進し、主な戦場であったヨーロッパから遠かったため、戦争状態に置かれた連合国への民主、軍事双方の輸出が増大したこともあり。 戦勝国と中立国両方の利益を得たと言われた。国内事情も後継気に湧き、消費文化や流行の輸入品が旺盛な消費活動を刺激し、また機械化、合理化された産業発展が女性の社会進出を促し、職業婦人も加速度的に増加していった。上流階級の製造として高価で限定された従来の様相が産業の機械化と購買力を持った。 職業婦人と共に若い男女に広がるようになり、イギリスをはじめとするヨーロッパの先進国やアメリカの流行の輸入品や風俗の一部を取り入れるようになった。この時期、対象デモクラシーの自流に乗って男性に限られてはいるがヨーロッパでもまだ多くの国で取り入れられていなかった普通選挙が実施され、教育の分野においては対象自由教育運動が起こり、 かつては一部高等指定にだけ許された高等教育が徐々に一般庶民へも拡大し個人の自由や自我の拡大が叫ばれ新種の寄付と称して明治の文明開化以来の西洋先進文化の摂取が尊ばれた新しい教育の影響も受け伝統的な枠組みにとらわれないモダニズムの感覚を持った青年男女らの新風俗が 近代的要素を帯びつつある都市をか歩し脚光を浴びるようになった。ただし、人気な格好をするのは、ろくな人間ではないという考えの保守的な、一般庶民や田舎の視線からは、洋風の位相をにわかに身につけた習慣をひけらかす、軽薄な風潮だという世間の品縮もまた広まった。昭和3年に実施された普通選挙の実施により、議会制民主主義が根付き、 自由な気風が続くかと思われたものの、昭和10年代前半に入ると、世界恐慌の影響と、ナ事変の中で、こうした過敏な風俗は抑制されて、姿を潜める結果になった。男女を問わず、モダンであることが最大の特徴である。ありがとうございます。